オナチャンネル。はい、では今日も社長との対談をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう何回目って数えれないほどめちゃめちゃ定番になっていますが、いや大丈夫なんですかね大丈夫、あの1人より2人、うん、そのうち K さんとかも出てきてくれたらいいなと思います。まあまあそうですね。はい今日は何ですか。今日はですね、好きな映画のジャンルというか、まあ、思い出に残っている映画、新しくても古くてもありますか。映画のジャンルはですね、やっぱりちょっとアクション系。アクション、例えばダイハードみたいな。いやいやいや、あ、そう、ダイハード違うって言った。ダイハードもいいね。ダイハードもいいし、はい、例えばスパイ系とかさ。あー、なるほど。ジャッキーチェンが出るやつなんかは、はいはい、その無条件で好き、必ず見ます。まだ一個も見たことないです、ジャッキーチェンって。あ、そうですか。黄色と黒の服着てるおじさんっていう。ちょっとやめてそれのイメージしかないですね。でも大ヒーローなんですから。どこの人かも知らない。中国。そうそう、香港ね。はあ、そうなんだ、見たことない。だからジェットリーとか。誰、ロックリーしか知らないなんだっけ、なんだっけ、まあいろいろいるよ。へえ。あと007とかね。007聞いたことはあるんですけど。スパイ系で言うと007とかね。へえ。やっぱ男の人は合わせてアクションとか SF とかそういうのが多いですね、うん、まあそうですね。スターウォーズも見ますよ。へえ。ほら、まあなんだっけ、黒い誰だったかな、ダース・ベイダー。ダース・ベイダーは描きましたよ、絵で。あ、上手なんですよね絵が。はい、ぜひグッズ化したいです。 T シャツとかにしたいです、モナが描いた。いや、版権引っかかるでしょえ、それがなんかみんなが言うには版権引っかからんぐらい下手やもん。そう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 大丈夫ってこと。そうなんです。多分絶対大丈夫。モナのガンダムとモナのなんだっけダース・ベイダー、ぜひ T シャツにしてください。絵心あまりないんですかいや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 、私美術とかすごい得意で、美術だけは4とか取ってたんですけど、なんか、まあでも、今度やりましょう。見ずに描くっていう。絵なんか結構ね、描き出したら俺も上手いかも分かんないけど。ほら多分社長ね、見たことあるもん、そこに貼ってある。そうそうそうあれでしょ。でもね、真剣に描けば結構俺も上手いですよ。でもあれですよ、見ずに、例えば見ずにドクタースランプあられちゃんを描いてください、はいって紙を渡されたとして、果たして、で、視聴者の人に当ててもらうんですよ。あー、なるほどね。そう、何かっていうのをね。割と私できてるんで、アーカイブ見てくださいね。了解です。はい、じゃあ映画の話に戻しまして、はい、あとは何かありますか。まああとはやっぱりその探偵もの。あー、コナンとか。いやコナンじゃないな、探偵。真実はみたいな。探偵で、探偵と言いつつも探偵ってなんだっけ。探偵って何ですか。謎解き系ですかミステリーってことですか。そうそう、例えばあれはどうかな、なんだっけ、そのあれも探偵でしょ。どれ、魔法のさやつなんだっけ。ハリーポッター。ハリーポッター。ハリーポッターは探偵じゃない。探偵じゃないよね全然探偵じゃない、魔法使いの話ですね。探偵じゃないな、俺は。じゃあ、でもなんかファンタビーは結構、いやー、そう、なんか謎を、解いていく。あー、アメリカに多い感じですね。そう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 。あのね、最近ハマってるのが、シューター。へー、ゴミ箱。いや、違うあのね、ネットフリックスで、はいはい、の、その、ドラマ、はい、なんですけど、まあ、映画でも出てて、その大統領暗殺 の、 あそのなんかこう汚名を着せられる。ああ、はいはい、汚名を返上していくためにみたいなやつですね。そうそうそう、元米軍の。ああ、じゃあ言ったら24とかそういうプリズンブレイクとか。そっち系。あ、お役に立てそうにありませんシリが反応、まあ、そこはカットします。そういうことですね。そう、だからああいうのもすごく好き。スナイパー系とかね。ああ、いや、じゃあコナン見たらいいんじゃないですか。
スナイパー犬もあるし謎解きですよ。いやね、アニメのやつをあんまり見ないんだな。いやでもコナンは面白いし、結構事実をもとにしてるんで、本当になんかロンドンであった連続事件とかを元にこう作ってたり、シャーロック・ホームズとかの話が多かったりするんで、はいはい、割と頭が良くなると思います。シャーロック・ホームズって確か間違ったらごめんね、アイアンマンのさ、アイアンマンその主人公の、はいはい、俳優さん、はいはい、が確か、シャーロック・ホームズでアイアンマン主人公やってなかったかな。アイアンマンロバート・ダウニー・ジュニア？そうそうそう、それシャーロック・ホームズでに出てなかったかな確か。へぇ、それ見たような気がしたけど間違ってた名前間違えるんで。あー知ってます。そう、あなたは何ですか映画。私基本的にホラーと恋愛しか見ないので。はい、ホラー見るんですか。ホラー見ますね。ホラー大体やばい女ですね。やばい女じゃないでもホラーはいいと思う。でも一人ではなかなか見ないですけど、ね、ホラーってほんと良くないらしいよ。今日の配信見てください。まあまあそうなんですけどそのガチのね、ガチのホラーを見て、はい、なんでかっていうと、はい、そのなんかその人間はその恐怖とか不安とかっていうのを感じると、はい、うんうん、そういうマインドにどんどんなってくらしいのね。あーなるほど。そうで、やっぱりそのホラーっていうのは本当にそういう部分多いやんか。でも今日社長のキャンプの話も話そうと思ってました。ああいいですね僕は怖くなかったんで。怖くなかったですね。あと東尋坊の嘘ついたのでもしようかなと思ってます。なるほどなるほどホラーと何やったら恋愛だっけ。ホラーと恋愛ですね。最近はマジイチオシが50回目のファーストキス。あ、じゃあ日本の映画が好き。50回目のファーストキスはもともとハワイの映画なんですよ、はい、それを日本人が今リメイクして最近映画やったんですけど、うん、めっちゃよくって1日で記憶がなくなってしまう女の子の話なんですけど、はい、1日で記憶がなくなっちゃう人に一目惚れをする男の子がいてみたいな、はいはい、だから記憶がなくなるけどどうやったら思い出を積み重なっていくことができるのかみたいな。積み重ならないでしょ。ないからある作戦をするんですよ。その日にあったことをまとめて朝起きた時に DVD にして渡すの。ああなるほどね。そうだから僕のこと知らないと思うけど僕たちはこんなコートになってるんだよっていうのをまず朝見せて始まるみたいな。結局結婚もするし子供もできます。すごいね。ぜひ見てくださいね。なるほど。そういうケイさんにも言っといてください。了解です。そういうちょっと恋愛の悲しい感じが好きね。でも最後ハッピーエンドになってほしいかな。なるほどね。そうですね。でも僕の彼女を紹介しますっていう韓国の映画もめちゃめちゃおすすめで、警察の話なんですけど、警察だから好きじゃないですかね社長。警察いいですね。すごい主人公かわいいし、はい、ぜひ見てくださいね。バイオハザードも面白かったな。バイオハザードも1だけ見た。アリスのとこだけ。めちゃくちゃかっこいいよねアリス。かっこいい。本当アリスみたいですね。あ、そうびっくり。そんなお世辞が出たところでですね。そんなことないですか。貧乳部分ってことですか。アリスめちゃめちゃ貧乳じゃないですか。いやいや貧乳じゃないですよアリス。嘘。めちゃくちゃ大きいです。嘘。なんかイメージが全然ないイメージだった。いやいやいや、めちゃくちゃいいスタイルですよ。本当ですか。金髪の人でしょ。そうそう。でアクションもすごい上手いし。見てみますね。めっちゃかっこいいんでバイオハザードはぜひぜひ見てください。まあ一回見たらもしかしたらプレイすることに役立つかもしれないですよね。そう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 。バイオハザードも。そう。いやめっちゃ役立つと思うよ。タイラント出ます。タイラント。タイラント。ボスなんですけどゲーム上のね。タイラントは知らんな。リッカーは？リッカー。リッカーやったっけ？リッカー天井這いつくばるカエルみたいな。あ、じゃあいないそれ。いないんだ。結構敵が。モナがやってるのがその2のリメイクなんで、うん、1でないかもしれないですね。あそこなんかさなんか通路を通ってくと、はい、光の線がこうやってビーンってくるやつ。ああなんか切れちゃうみたいな。そう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 。レーザーのやつですよね。見た見た見た。あれあそこめっちゃやばいよね。ああなんか層とかにもありましたよね。層見ました？
マイティソー。ソーってあのめっちゃ全米を震撼させたあの、いや見てない見てない、ホラー映画なんですけど絶対見れない。もありました、あれめちゃめちゃグロくって。いやもうグロいの、グロいの好きなの？嫌い嫌い、グロいのは嫌いなんですよ。あの結構貞子系の恐怖は好きなんですけど、なんかこう皮が剥がれたりとかそういうのは嫌いなんですけど、ソーはめちゃめちゃグロいらしくって、まだも見てないんですけど、うんうん、得意な人はぜひっていう感じ。そういうことね、らしいです。女性でホラーが好きな人ってあまりいないじゃない？いや多いと思う多分。まあ一緒に見てほしいみたいな。あーそうですね、映画とかも行きたいな、今犬鳴き村、犬鳴り村わかんないけどやってるじゃないですか、はいはい、あれも行きたいなと思ってて。でも映画館やったら人に迷惑かけたらどうするの？キャッとか言って。そうなんですよ、ほらうるさいって。なるほどね。多分ヒェーとか言っちゃうから絶対言っちゃいかん。絶対言うとポップコーンバラバラなるやつなんで。あーまずいねそれ。そう、なんか猿グッズみたいなやつをして行こうかなと思ってます。なるほど、了解です。怪しまれないよね。そうですね、その上からマスクするんで。ああ、そうか、よだれダラダラになるよ、よだれが。気をつけます。わかりました。そうですね、そんなもんでしょうか。そんなもんですね。はい、かしこまりました。では、今回の放送はこれでここら辺で終わっていきましょう。しまいにしていきたいと思います。ではですね、今日はノーミスでいきましょう。はい、せーの、アディオス。